プロマイドの語を創出したプロマイドの老舗、マルベルドープロマイドは写真用印画紙、またはこれを用いた写真のこと。または、マルベルドーなどが発行している、タレントなどのコレクション用肖像写真、プロマイドのこと。プロマイドは、本来の英語で、収穫物を指す語だが、収穫銀を観光材として用いた印画紙を指す和製英語となった。江戸時代には、 役者へ、相撲へなどの浮世絵があり、人気歌舞伎俳優、力士の肖像として召願された。明治以後、写真術が輸入されると、これが写真にとって変わられ、手札型の力士、歌舞伎俳優の写真が販売された。当時は、ブロマイドとは呼ばれなかったが、地後的にこれらも、ブロマイドと呼ばれている。プロマイド第一号は、日活の野江松之助のもので、 大正9年に発売された。大正10年、松畜キネマが、鎌田撮影所を設立した時に、当時の人気女優、栗島シ子川田ヨ子らの写真を、町の写真屋が大量生産。栗島シ子のプロマイドは、1日に4000枚売れたとの記録が残っている。これを、コレクション商品として、世に広めたのが、浅草のマルベル堂である。 同社の発行したプロマイドの時代劇スターで最も売れたのは林長次郎で雪の城変化紛争のそれは2年以上も売れ続けた。戦前のファンたちの気質はその人オンリー主義だったそうでマルベル堂の店頭に飾られた林長次郎のプロマイド写真が少しでも汚れているとそっとハンカチで拭いていく。傷が入っていれば取り替えておいてくださいねと頬を染めていく。 といった女性ファンの姿があったという。マルベル堂では、プロマイドは、ファンのための写真との意味から、すべて目線を正面に向けてもらい、若々しい顔に修正したものを使った。こうした要求を、すっと取らせてくれたのも、長谷川和夫だったという。また、メンコサイズの小型のプロマイドは、豆プロと呼ばれ、一枚一銭で駄菓子屋で売られた。図柄の題材は、 風切り前後の時代劇活動写真で男女スターの肖像、劇中の名場面などがあしらわれていた。これらはトレーディングカード同様、一枚ごとに紙袋に入っており、買って開けてみるまで中身がわからなかった。マルベル堂では原子をプロマイド、写真にした製品をプロマイドと呼称している。 マルベル堂の斎藤馬之助は確かに因果詩のあのサイズをブロマイド版とは言うが、ブロマイドはあくまで加工品。ブロマイド因賀詩から生まれたブロマイドと呼んで欲しいものだと語っている。工事園や NHK の放送用語などには俳優等の肖像写真を指す語についてブロマイドと修正されて収録されている。このため映画や テレビタレントのスター写真を指すごとして、プロマイドとプロマイドの双方が用いられるようになった。1945年から1990年までは、毎月集計した男性俳優、女性俳優、男性歌手、女性歌手の各部門別、売上実績を公表していた。なお売上第1位獲得の月数の最多記録は、男性では、 西条秀樹の46回で、女性では岡崎由紀の46回となっている。ありがとうございます。